アメリカの金融大手ゴールドマンサックスが今週およそ3200人の人員削減を始める見通しだとアメリカの複数のメディアが報じました削減は去年9月時点の従業員数のおよそ7%に相当し2008年の金融危機以来最大規模になるとしていますまた削減の対象は投資銀行部門が中心となる見込みです